よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。ハロー YouTube、 キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。呼び鈴が鳴りましたね。皆さんこんにちは。2022年3月26日、今日は土曜日の夕方ですね。さあ、キジトラさんいますかね。途中から雨降ると言ってましたからね。怒ってますね、キジトラさん。あ、雨降ってきた。やキジちゃん。ベルが鳴り、中華作業です。キジトラさん、夕方の始業時間開始でお仕事になります。監修も手を叩いております。ユニバーサルベーシックインカムの支給ですね。来れば食べられます、来なければ食べられません。それがお仕事です。来れば支給されるということですね。本当に羨ましい限りです。私もそんなことになったらいいなと思います。今日の監修は5万人、雨の中で5万人ですね。またキジッターでキジートしたらしいですね。キジトラさん大丈夫？こんなにキジートしちゃって、もう払い戻しは不能だよ。キジトラさんどうすんだよこれ、雨でも降ったら。こんなに監修呼んで本当大丈夫か、キジトラさん。監修もゲストさんも大喜びですけどね。もう期待してますよ。皆さんその日暮らしですからね。私もそうですけどね。大丈夫、裏切らないでよ、キジトラさん。すべてキジトラさんにかかっています。ゲストさん手を振っていますね。ジンさん、ナスさん、七夕さん、タナヤさん、皆さんありがとうございます。オカメのマルちゃん。皆さんいます。ピタバニさんもいます。よく食べるから在庫が最近もうなくなりそうですね。やばいですよね。もう猫のふりかけもないですからね。忘れていました、赤べこスタイルです。なんという格好、面白い格好ですね。面白いスタイルですね。赤べこスタイルですね。首がこう触れるのかな。不思議に野良猫が来ませんね。なんか来ませんね、全然ね。どうしちゃったんだろう野良猫。余裕で食べています。野良猫は地方銀行がストップしちゃってますからね。キジッターでキジーとしただけありますね。野良猫も来れないんでしょう。なんだか画面が変色。あ、いきなり来た、森村氏と清水氏の違法海賊電磁波だ。また来た。どうやって電気を持ってきたんだろう。森村氏と清水氏の違法海賊電磁波ですね。しつこいですね。森村氏と清水氏の違法海賊電磁波です。キジトラさんもゲストさんも監修もしびれております。森村氏と清水氏の違法海賊電磁波陰湿です。森村氏と清水氏の違法海賊電磁波です。皆さんしびれております。立てません。電柱から東電株式会社設立か。森村氏と清水氏違法海賊電磁波です。しつこいですね。森村氏と清水氏の違法海賊電磁波です。しつこい陰湿です。どうやって電気を持ってきたのか不思議です。千葉くんからのモールス信号だ。野良黒さん警報が出ています。千葉くん押しています。モールス信号聞こえるかな。キジトラさんモールス信号一生懸命押しておりますね。キジトラさん聞こえるかな。イカ耳になっております。チロリー、お立ち台を降りました。キジトラさん、第2ステージが始まりました。キジトラさん監修が手を叩いております。第2ステージです。綺麗なプーマスタイルですね。流れるようなプーマスタイル、ちょっと耳が動いてますね。当局の写真判定があります。今ストロボを焚いて写真を撮っております。プーマスタイルギリギリ合格しましたね。ちょっとね、野良猫がいたのかな。流れるようなプーマスタイル綺麗ですね。キジトラさんプーマ食いです。誰かが名付けてくれました。プーマ食い、ずんぐりむっくりなプーマスタイルです。これもコメントにありました。ありがとうございます。明日の新聞がまた楽しみですね。騒ぐでしょうね、新聞が。キジトラスポーツ、日刊キジトラ、デイリーキジトラがね、
朝の朝刊スポーツ紙をにぎわうでしょう。野良黒さんを牽制します。ジロリー、もう尻尾が下がってきました。お、高周波ですね。なんか高周波がやってきました。鳥のようについばんでいます。画面が変色ですね。赤く、なんだろう、高周波です。あ、雷だ。トリウムシのフリーエネルギーが来た。自然エネルギーを無限に利用したフリーエネルギーの雷です。あ、雷が落ちた。トリウムシのフリーエネルギー強烈ですね。観衆もゲストさんもみんな動けません。トリウムシの高周波も来たぞ。これはたまんない。耳がたまんないですね。トリウムシのフリーエネルギー強烈です。自然のエネルギーを遠慮なく使っております。雷だ。自然エネルギーです。トリウムシの高周波も入ってきましたね。まだ続く高周波です。ニコラテスラとも呼ばれておりますトリウムシ。また雷が落ちた。トリウムシのフリーエネルギーが、落雷が炸裂ですね。飛んでいきました。北九州に神戸にも飛んでいったようですね。トリウムシのフリーエネルギー、キジトラさん逃げる。また雷が、トリウムシのフリーエネルギーです。キジトラさん落ち着きません。うろうろしております。痺れるんでしょうかね。痛いんでしょうかね。トリウムシの高周波も強烈です。トリウムシの雷のトンネルが続きます。雷だ。第3ステージの始まりです。とりあえず順調には来ていますね。赤べこスタイルです。キジトラさん、赤べこスタイル逆から見たとこですね。妙な形です。キジトラ模様のアップですね。綺麗な縞模様に艶やか、なかなかいいですね。この服はキジクロで買ったそうですね。キジキ、キジヤマ、スーツもあるそうです。女の子ですからね。千葉くんからの猛進路です。大猫さん警報が出ています。白いお猫さんいます。ジロリギョロリー。森村氏と清水氏はですね、ちょっと消えましたけど、一般の電柱から電気を取ってですね、キジトラシティの電力6600V なんですよね。容量不足になってしまいました。もう電気の使いすぎでね、大変なことになっていました。2000万世帯のがブラックアウトになってしまったようです。とんずらしたそうですね。今追っ手が行ってるようですね。モールス信号ですね。キジシロさんを狙います。ジロリー。千葉くんからモールス信号、キジシロさん警報です。モールス信号一生懸命押しています。聞こえるだろうか。ギョロリー。あ、お立ち台を降りてしまいましたね。休憩かな、タバコを吸うのかな、コーヒーかな。雷だ。トリウムシのフリーエネルギーだ。また来たぞ、これは。トリウムシのフリーエネルギー。雷です。また雷ですね。あ、雷だ。キジトラさん逃げています。トリウムシのフリーエネルギーですね。また雷が落ちた。トリウムシのフリーエネルギーです。あ、雷だ。第4ステージどころではありません。トリウムシのフリーエネルギーですからね。トリウムシのフリーエネルギーですね。雷が落ちています。キジトラさんまた逃げた。あ、雷だ。トリウムシのフリーエネルギーですね。トリウムシはタルタリア帝国出身のようだという噂が立っております。令和のニコラテスラ、謎の男トリウムシ、雷がまた落ちています。トリウムシのフリーエネルギーが停止しました。ちょっと撫でてあげましょう。キジトラさん満足して自宅へ帰りました。ただ痺れているようですね。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。
よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。皆様チャンネル登録ボタンをお願いします。ポチッと押すだけで。それではありがとうございました。バイバーイ。